柳内茶臼山古墳に並ぶ朝顔形葉庭古遺跡、湿度の朝、顔形葉庭と、円筒葉庭、弾きほどた八幡塚古墳に立ち並ぶ円筒葉庭と、朝顔形葉庭朝顔形埴輪は、古墳時代の葉庭の一種。講義の円筒葉庭に含まれる。木台の上に壺を乗せた形状をしており、上部は、公園部が大きく朝顔の花が開いたように、ラッパ状に広がっている。 古墳時代の埴輪は、弥生時代後期後半に、紀々地方の弥生墳休墓で、墓前祭祀に使われた、特殊器台、特殊壺がその素形とされている。これらは、その後、器台が、円筒埴輪に、壺が、壺形埴輪へと変化していったが、器台上部に壺を乗せた状態がやがて一体化して、表現されるようになったものが、坂岡立埴輪だと、考えられている。 大きさは50から110センチメートルのものが多く、円筒部に多賀状の突体が3から7本あることや透かし穴があることなどが、円筒埴輪との共通点である。この埴輪は3世紀の古墳では見られず4世紀頃の古墳から出現し、6世紀の埴輪の歴史が終わるまで存続した。初期の形状は、壺の胴部上半が円筒からはみ出した形であるが、 時代が進むと壺の首、胴部が省略され、公園部が円筒に直接つながる形になる。奈良県天理市古い遺跡からの出土品が有名であるが、沿道葉庭を持つほとんどの古墳から出土しており、東は山形県、岩手県から、西は鹿児島県まで広く分布している。三重県石山古墳では、沿道葉庭4、5本につき1本の割合で、 本派庭が配置されている。ありがとうございます。